どうもドズルです今日はクラクラチャンネルからお知らせがありますクラクラチャンネル今までですね本部とツバイ2つのクランで運営してきたんですけれどもこの度ですねクラクラチャンネルドライを3つ目のクランを解説することになりましたでこの3つ目のクランクラクラチャンネルドライの役割とかどういった形で今後ねクラクラチャンネルを運営していこうかっていう話を今日していきたいなと思います まずですね、このクラクラチャンネルドライの役割はですね、育成クランです。育成クラン。で、えー、みんなでですね、スキルアップを図るためのクランとなっております。そしてですね、今まで、まあ、なんでこのクランを作ろうかと思った理由なんですけれども、今までですね、本部とツバイ2つのクランで運営していて、す、ま、べ、あ、てね、新規受け入れはツバイで行っていました。で、えー、ツバイに来てくれた方の中から、うまあ、上手い人順にね、 本部に送るといいう形を取っていたんですけれどもその要はツバイの役割っていうのがその新規の方を受け入れるっていうのとあとですねその新規の方が来て本部にまだもうちょっとスキルが足りないなっていう人を育成する育成クランとしての役割もツバイが担っていました今までなんですけれども今回ですねこのドライを一、えー、つ作ることによって要は育成するための え役割をこっちのクランに移して、ツバイはねあの新規受け入れにまあ特化っていうかその専念してもらうようにした方が、よりねそのクラン運営としてはスムーズになるんじゃないかということでえドライを設立します。でですね、流れなんですけれども、クラクラチャンネルに入隊する流れなんですけれども、新規入隊やまあ出戻り、クラクラチャンネルに戻ってくるって方は、今まで通りツバイに申請をお願いします。ででですねそこで まあ、もうちょっと、例えば、タウンホール上げたばっかりで、その、戻ってきたんだけど、スキルがもうちょっと足りないみたいな人は、ドライでね、えっと、スキルアップして、で、また本部に行くみたいな、そんな流れにしていこうかなと思います。また、新規入隊の方も、えっと、もうちょっとね、本部に行くには、もうちょい上手くなろうっていう人は、ドライで一回、まあ、修行じゃないですけどね、その、スキルアップをして、で、また、本部に行けるなっていうレベルになってから、 本部にに行くみたたいいいな形にしたいと思いますで今までですねどうしてもそのスキルが足りなくてこの人いい人なんだけどあんまり上手くないからごめんなさいっていう人もいたわけじゃないですか実際にそのそれだとね何て言うのかなうーんせっかくクラクラチャンネルに入ってくれたのに、まあ、もったいないっていうかその何て言うのかな切るのがねそのやっぱ心苦しいですよねこっちからすると。 なんで、まあ、ドライでね一緒にこの本部を目指していこうっていう形にすることで、まあ、結構ねそのこのドライの役割っていうのはクラクラチャンネルの底上げっていうかね、えー、クラクラチャンネルクラン全体の、まあ、強さを上げるためにもかなり、えー、有効になるんじゃないかなとおっとごめんなさい有効になるんじゃないかなと期待しておりますただまだね初めの方はね手探りだと思うんで まだ私一人しかいないんですけれども、まだ初めの方は手探りだと思うんで、このクランがね、しっかりこう、なんていうのかな、機能をなしてくれるのはまだ先にはなると思うんですけれども、まあ、初めの方はわたわたしながら頑張っていこうかなと思っております。で、私、ドズルのこのアカウントも、えー、ドライにね、置いて、一緒に私もスキルアップできるように頑張っていこうかなと思うので、ぜひね、えー、ドライに来た皆さんは頑張りましょう。で えとドライなんですけれどもドライにね直接あの新規入隊の方がえ申請を送っても拒否させていただきます新規入隊やまあ出戻りですねそのクラクラチャンネルに戻ってくるっていう方は今まで通りツバイにえ申請を送ってくださいでツバイに申請を送ってでその中でですねえ本部に行くかドライに行くかっていうのはそのツバイのえーリーダーやサブリーダーが決めるのでえまあそちらにねえお願いいたします で、ドライに来たっていう方は、えー、私とか、まあ、他にもサブリーダーがいますので、まあ、その人たちと一緒にスキルアップして、まあ、クラクラチャンネルの本部を目指そうということで、えー、頑張っていこうかなと思います。で、この3つ目のクランを作るにあたって、クラクラチャンネルですね、少し運営の方針を少しずつ変えていこうかなと思います。で、このクラクラチャンネルの運営の方針、 についてはまた別の動画で説明したいと思いますのでまたそちらの動画を参考にしてくださいということでねクラクラチャンネルに全く興味のない方には申し訳ない動画にはなってしまうんですけれども、まあ、私、まあ、ドズルのねこうクラン運営のこうやり方だったりその考え方っていうのも、まあ、動画にねしていこうかなとは思っているんですよ今今のところやっぱクラン対戦のリプレイだったり どずつのね、タウンホルダール7チャンプへの道だったりっていうのがメインになっているんですけれども、やっぱりクラウン運営でもね、かなり私、いろんなんていうのかな、私の考えっていうのを持っているので、そ,れそういうことをねあの、たまには喋っていく機会っていうのを作っていこうかなと思います。ということで、えー、クラクラチャンネルドライ、えー、今後もね、よろしくお願いいたします。ということで、えー、今日はこの辺で、また次の動画で会いましょう。バイバイ。